佐藤敦史のワイルドナイト。さあ今日も始まりました、佐藤敦史のワイルドで行こう。張り切ってまいりたいと思いますが、11月最初の週なんで石飛さんこんばんはと言いたいところなんですけれども、今週は魔女っぱなファンの皆様申し訳ありません、仕事のご都合で石飛さん今日欠席でございます。そんな中、まあ魔女っぱなさんがぜひかけようとしていた曲を1曲だけかけようかな。アルバムをですね、ジェフ・スコット・ソートのアルバムが出るぞ、来月やるぞと言っていたんですけど、ここから1曲だけおかけしようかなと。詳細については来月またもろもろと語っていただけると思うので、1曲だけダメ出しついでにおかけしようかなと思いますけど、今日はですね、佐藤敦史が1人でワンマンでと言いたいところなんですけど、なんと魔女っぱなさんをカバーするかのようにゲストの方が急遽ご無理を言ってお越しいただきましたので、後ほど登場いただきたいと思いますので、そちらも楽しみにしていただきたいんですが、まずは1曲聴いてもらいましょう。ジェフ・スコット・ソートで Living the Life。ワイルドで行こう。スーパードライ、世界でただ一つこのビール、この辛口、世界をドキドキさせるザ・ジャパンブランド、アサヒスーパードライ。超邪魔時代にまず、ワイルドで行こう。さあ改めまして皆さんこんばんは。今日はですね、魔女っぱなさんお休みということなんですけども、代わりにというのは大変失礼な話ですけど、急遽駆けつけていただいたゲストの方は下島勇気さんです。こんばんは。こんばんは。どうも。イエイ。お名前は金がねという感じです。ありがとうございます。さて下島由紀さん、はい、まあ、番組的には初登場ということで、はい、ありがとうございます。いえいえ、こちらこそ。今日はですね、魔女っぱなさんもいらっしゃいませんので、はい、1時間残りたっぷり使っていただければと思います。嬉しい。普段は、はい、まあ、どちらかというとハードロックヘビーメタルを、はい、まあ、主にかけている番組ではあるんですけど、はい、下島由紀さん的音楽は どう表現してらっしゃる。どう表現、そうですね、まあ、自分の中ではロックンロールって、ロックンロール、はい、ロックンロールって言ってます、はい、だからいつものメタルとは今日はちょっと違うぞっていう感じですかね。っていう感じですね。もう申し訳ないですけど、逆に、まあ、全然いいですよ。なんだ、うん、まあ、そうか。全然4週目はブルースの週だったりとか、あ、そういう週があるんですね、はい、でゲストの方も、はい、皆さんヘビメタかというとそうではない、そうでもありますし、はい、なるほど。どちらかというと、まあ、個人的にはあの洋楽が大好きなので、あ、本当は洋楽ばっかりかけてたいんですけど、あ、そうです、まあ、やっぱりゲストの皆さん日本人なので、はい、どんどんジャパメタに寄っていく傾向はあったりしますね。そういうことですね。はい、そんな中お越しをいただきましてありがとうございます。いやいや、こちらこそ。なんと、ニューアルバムを制作中、はい、そうですね、まだ制作中で、まだそうなんです いいんですよね。もう発売近いのに。ということで、はい、発売日はいつですか。発売日は11月の16日です。今日も11月2日ですけど大丈夫なんですか。毎年そうなんですよ。本当になんと11月16日の火曜日ですね、はい、そうです、はい、来週再来週ちょうど2週間後、そうですね、はい、の火曜日11月16日に50歳のバースデーを迎えられる。 おめでとうございます。本当ちょっとこんな真っ赤着てますけど60で着るやつだと。ちょっと早い、ちょっと早い、10年早い、ちょっと早い、しかもちゃんちゃんこじゃねえし。ね、本当に
で、うん、毎年、誕生日である11月16日に、はい、アルバムをそうなんですよコンスタントにずっと発売し続けてらっしゃる。はい、今で5年目になります。5枚目ですね。5枚目、はい、ということでアルバムのタイトルが、タイトルが今年は今日初の発表ですね。あ、どこにも、まだ内緒にしといた方がいい。いや、いいですよ。もうここでもう言っていいですか。逆にいいですか。そんな逆に言いたいです。初めてですもんね。重大発表だった。はい、軽く振ってしまった。いや大丈夫です。ではアルバムタイトルいっちゃっていいですかね。いきましょう。5枚目のフルアルバム、金曜の色です。イエーイ。ちょっと言わせてもらっていいですか。はい、初めて聞いたファンの方がたくさんいらっしゃると思うんですけど、はい、半分分かってたっていう話ですよね。あ、金曜の色ってことですね。そうそうそう。いや、色っていうところは分からなくても金曜のっていうところまでは分かった。いや全然そうそう、それは分かってます。そういうことですね。みんなそこをあと何が来るかなって当てるようになってきたんですよ、楽しみとして。なるほど。当たってた人も当たってない人もいたわけです、ね、多分。おー、色かって思っとる。あ、これさ、番組の最後に金曜日の何でしょうっていうふうにしといて、ファックスとかガンガンもらって、はいはい、当たった方には何かってやってくれたら、しまったな、もう一回いいですよ。下島由紀さん、初めての方もお聞きだと思うので、はい、初めての方に、はい、のためにもですね、はい、ちょっと今の何だったんだ今の会話はっていうことでご説明をしますと、毎年あの11月16日火曜日にですね、アルバムを出してらっしゃるということなんですけれども、2017年が月曜日の声、はい、そして2018年の11月16日に出されたのが火曜日の月、はい、月、はい、火曜日の月じゃないね、火曜日の月、火曜日の月なんですよ、ね、じゃあ月曜日の日にしとけばよかった。いや絶対そうって言うと思ったで、だんだんねこう言ってくパターン。そうそう、で水曜日の、水曜日の木とかね。いや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 、いかんいかん。2019年に出したのが、はい、水曜日の虹。虹、はい。で、2020年、昨年出したのが、はい、木曜日の道。道、はい。17年からちょっと声。声。月。月。虹。虹。道。道。と月、火、水、木と順番に来て、はい。だからファンの皆さんからすると、今年は金曜日のっていうところまでは分かってないですよね。そうなんです。金曜日の〇〇っていうのが何だろう、何だろう。しかも漢字一文字でポン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 と。そうなんですよ、漢字一文字の、どっちでしたっけ、音読み訓読みか分からんすけどそれが二文字。なるほど。でずっとやってきてます。ちなみに、はい、声、月、はい、虹、道、はい、からは、はい、次色っていうのは想像つかないですよね。まあ、なんとなく雰囲気的にはそんなような言葉から選ばれるのかなっていうのはあったとしても、はい、もう本当土曜にしたろうかなとも思ったんですけど、あ、つまり色をついてもうこの時点で、はい、来年の2022年の11月16日には土曜日の何々っていうアルバムを出すことがもうほぼ決定している。決定です。そういうことですね。日曜までもう決定しました、ね、月曜の時から、はい、なるほど。そう、7年頑張ろうかなと。え、8年目はなし。もうどうでしょうね。もう52なんでどうでしょう。いやいや、まだまだでしょう。月火水木金土日と来たら次は祝だよね、やっぱり。祝今日祝、あ、明日祝か、明日祝日、祝日の何々っていうので祝日のライブの日にはそこ、うん、からやるとか、うん、あ、それいいな。もしくはその祝日のアルバムを作った8年目の時には、ええ、祝日ばっかりライブ予定をバンバン入れてて、祝日は下島由紀だってこう。でも今って祝日ってどこか分かります？変わった。昔とそうそう変わったもんね。月曜日になっちゃった、ね、全然分からん。もう体育の日もいつか分からんし。なるほど、なるほど。まあ祝日はコロコロ変わる、コロコロ変わるってことは、逆に下島由紀さん神出鬼没ってどこにいつ現れるか分からない。ああ、いいな、それもいいな。あ、でもそれ、あの、来年再来年その後ぐらいの、その後だね。もうその前にもう生きとるんかなとかも。生きとるでしょ。あの53の時のアルバム、うん、まだ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 。いえいえ、ありがとうございます本当に。ということで、はい、なんと今日は、はい、11月16日火曜日に発売予定の、はい、50歳のバースデーを記念して、はい、金曜日の色、色というアルバムを、はい、発表直前にして、はい、なんとまだ出来上がっていない、レコーディング中、出来上がっていないですにもかかわらず、はい、その中から1曲お届けしようと、はい、いうことでいいんですかね。はい、いいです。はい、もう、ありがたいです、こちらも。まあ、出し惜しみっていうわけじゃないですけど、フルに1曲では書けないようにします、はい、その方がよくないですか。
そう、出し惜しみ。だってファンの方多分初めて聞くわけですよね。いや、初めてです。ですよね。この、そうですね、初めてですね。ライブで事前にちょっとやっちゃったりして。ちょっとやりました。ってことですよね。これはちょっとやりました。じゃあやめときますか。イントロだけで、じゃあ。あ、これかみたいな。しかもこの曲の、はい、この名前って、はい、まあ、ファンの皆さんには、こう、馴染みのある。まあ、そうですね。このよく自分の名前を使わせてもらうというか。ここのね。はい。そうなんです。感じなので、もうそれを言っただけでファンの方は、ああ、あの曲か、みたいな感じかもしれない。ちょっと、そうですね。では、下島由紀さん初めての方のためにも、はい、曲紹介を、新曲の紹介を、はい、曲お願いします。はい。下島由紀、金曜の色から、新曲です。己道。だいぶで切っちゃうんですね。いや、楽しそうな曲じゃないですか。いや、ありがとうございます。ライブもノリノリな感じで、はい、そうですね、はい、まあ、ロックンロール、ロックンロール、そうですね、下島由紀的ライブはこんな感じなわけですね。そうですね、はい、ね、こんな曲がずらずらと続く楽しい時間が過ぎるわけですね、はい、いや、でもそうですね、ライブもたくさんこなしてらっしゃると思うんですけど、はい、まあ、その新しいアルバムを作るという時に、はいはい、次はこんなアルバムにしよう、つまり、うん、まあ、間もなく今月アルバムが出るわけですけど、はい、来年も再来年も予定をされ、うん、もう計画的にしてるわけですか、うん、はい、そうです。そうすると、このアルバムはこういうのにして、うん、でこんなこともやりたいけど、ちょっとそれはそのまた先の先にと、うん、今回はこんな感じでしょ、そういう、なんとなく漠然としたものかもしれません。コンセプトが毎回まずないです。もうロックンロールっていう意味では、はい、その一連の全てのアルバムが、はい、そう、色を染まってると思うんですけど、ただちょっと今回はこれにチャレンジしたい、あ、そういう、でもそういうとこもありますね。ありますよ、はい、ちょっとジャンルのなんか変わったというか、今までやってなかったこと、はい、やっぱやりたいじゃないですか、はい、ずっと同じのばっかやっとっても、そうそうですね、はい、もう50もなるし音楽せっかく長くやってきたもんで、いろんなジャンルの音楽も挑戦もしてみたいですし、ずっと一緒っていうのは、そうですね。でもやっぱりもう曲ができる時はもう大体が酔っ払ってギター持った時の感覚なんで、
酔っ払ってギター持つんですね。そうです、もうそこでバッて歌ったやつをこうって撮ってって感じです。あ、なるほどなるほど。そうです、もう iPhone とかで撮って。なるほどなるほど。でこれが珍しく今の己道は、はいはい、もう行った瞬間に己道って言っちゃったんですよ。なるほどなるほど。おーおーおー、もうこれ使うしかないっていう、よく言う降りてきたみたいな感じ。そうそう、まあまあそんな大変もんじゃないと思うんですけど、これ決まりだみたいな、己が降りてきたんですよね今回。おって思って、はい、なるほど、なるほど。ちなみに、はい、その作詞作曲は全部、あ、そうです、はい、まあ、バンドの方がアレンジはされるかもしれないですけど、はい、作詞作曲はされてる中で、こうなんていうか普段、はい、結構ライブ活動も忙しくされてると思うんですけど、はい、どれくらいのペースで作曲されてるんですか。でもどうでしょうね、そのさっき言ったように iPhone に一応そのメロディーはもう浮かんだらもう入れちゃうで、はい、iPhone がいっぱいならないです。それでなむっちゃむっちゃなって、その時のこれってなんだっけみたいな。いや、もうそうなんですよ、タイトル書いとかんとあれだし、もう全然わからんくなって、で同じようなメロディーも何個も入っとるんですよ、はいはいはい、やっぱ俺が歌うとこうなんだなみたいななるほどみたいな、みんな同じ声だし、そうなんです、そうなんです、この時先焼けしとったなと。そうなんです、下手したら己言ってますからね全部歌詞もなるほど、あ、メロディーは出てくるけど歌詞はちょっとまだこの先に行く時に己を使ったりするんですね。そうなんですよ。なるほどなるほど。ただ今回の先ほどの曲は己道にあえてしたというところ、ね、そうですね、はい、もうここはバチッと己道、はい、ニューアルバムが11月16日火曜日、はい、50歳誕生日の日に、はい、金曜日の色、はい、が発売されるですが、はい、その中から一曲己道をお伺いしましたけれども、はい、なんと直後のライブも予定されている、はい、先に告知もしちゃっときましょう。あ、いいですか、また今年もやります、毎年やってます、バンドでのワンマン下島駅チーム己、ワンマンです、11月20日土曜日、池下クラブアップセットで、ワンマンライブやります。ぜひぜひ50歳祝いに来てください、よろしくお願いします。これお邪魔してケーキ投げつけないかんパターン何個でもいいぞ、何個でもケーキ、アップセットの方に怒られちゃう、ね、残すなって言って。で次の日も、はい、連日、そうです、ここではまあバンドではないですけど一応弾き語りワンマンって形でもう本当祝ってまおうかなって。なるほどなるほど。バーで、星ヶ丘のバーで、ああ UK さんで、 UK で、はい、なるほど、ここもここも毎年やらせてもらってるので、ちょっと時間早いですけど、11月21日弾き語りワンマンやりますんでよろしくお願いします。これ同じ曲を違う感じでやるわけですよね。まあそうですね、ただもう多分酔っ払って覚えてないパターンで毎年 UK の人に怒られながら、じゃあケーキ投げつけても大丈夫なの。ここはいいです、ここはいいですこの日は大丈夫です、21日、先に UK さんに言っとこう、うん、言っときます、ケーキ持ち込みがあるからもう向こうも用意しとんじゃないですかねなるほど、じゃあ俺買わんでいい火ついた状態でやられたいかいやもう絶対やんまあでもいいか、ライブないしその後終わってから火ついた状態すごいな、ふってやろうとした瞬間にバンってやっぱ熱いんかな、あれ熱いだろうな、熱いでしょうね、ねあさあそんな、はい、11月20日と21日、名古屋で2日間、はい、そうですね、激アツな夜をお過ごしいただくと思うんですけれども、はい、まあ言ってはなんですけど11月16日でアルバム発表されるので、はい、まず、はい、番組終わったらですねすぐ作業に取り掛かっていただいていや本当そうですよね、もう飲んどる場合ちゃいますもんね、無事に発売されることもう毎年毎年ヒヤヒヤなあれなんで、いやちょっと待ってくださいよ、そんなすぐできちゃうもんですかアルバム。いやもうそうですね、その最後プレスっていうのがあるんですけど、はい、あれがまあ本当はだいぶかかるのをちょっともう毎年お願いしてもうこの間もプレス屋さんに連絡して、九州博多の方なんですけど、はいはい、連絡してまたですみたいな、またですみたいな、向こうはまだ分かってます、サバ読んでましたから、そう、あでも本当に今回そういう感じでした。あそうなんですか、だと思いました、もうここまでにください、ここかもミリ、リミットというデジタルの時代でよかったですね。いや本当そうです、もう
ということですよね。そういうことです。もう本当何でも便利ですね。でもパッケージはまあ CD ケースなんですけど、ジャケットの印刷とかさ、あ、まあ、さ出来上がってる、ジャケットもまだっす。まだ写真は決まってる。写真決まってます。で写真そのロゴとかどう配置されるみたいな、まだそれ全然まだまだ、はい、え、ちょっと待って、 曲順は決まってまだっす。まだレコーディングは終わってるけど終わってない曲もある。終わってない曲、正直明日1曲取らなかんやつあります。あ本当にっていうことで、はい、今日駆けつけていただいてよかったのかどうか。いやいや、もう本当にもうこれはもう本当ありがたい。作業してなきゃいけないんじゃないか。いや、どうせ家におっても何もしないですから。いや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 、ありがたいことです。そんな、じゃあ、はい、ニューアルバムの中からおまた1曲お届けと言いましたけど、もう1曲いや一応出来上がってる曲を。そうですね、半分かな。あ、もしあのイントロが出来上がってなかったら途中からこうふわっと、そうですよね、そっちもありだし消してまうのもありですよ、ね、どっちでもどっちでもどっちでもありで、もうお願いします。もしくは、はい、一度レコーディング終わったけどここはやっぱりやり直そうっていうところをあえて流しといて二度と聞けないっていうのも、ね、そういうことで、ね、ありかもしれない。あ、それもいいな。それも今更間に合わないですね。はい、そうですね、はい、じゃあ、はい、もう一曲、はい、それじゃあまたニューアルバム金曜の色から、これはもうライブでもやったことない曲で、本当の初めてです。俺も初めて聞くかな。じゃあ俺は聞くけど。では金曜の色から景色。どうぞ。ここから同じ景色を二人一緒に見てきて、目線違うし暮らせば喧嘩も起きる。あなたの目に映るもの、俺の目で捉えたもの、共有できるかどうかなんかわからない。二度見するほど愛してた、俺の生き様理解してた、好きな言葉はそこに愛はあんのかい。台所の牛の姿、もう少し財布に愛がありゃ、あなたがもっともっと明るく見えたでしょう。うん、夏が終わる頃にゃ蝉と消えるでしょう。ああこんなに晴れなくてもいいの、しゃぼりじゃなけりゃせめてあなたを濡らさないくらいの傘を買えるよ。ということでニューアルバム、はい、金曜日の色から、はい、景色これつまり、はい、先ほどの己道と、はい、この景色が、はい、アルバムの どんな順番で入ってくるかまだ決まってない、ね、決まってないです、はい、これがアルバムのオープニングになるかもしれないし、なるかもしれない、ならないかもしれない、はい、入らんかもしれないです。あアルバムに入らない可能性もある。もうどうでしょう。アルバムはちなみに何曲入り、はい、10曲なんです。10曲は決めてらっしゃるんですね。絶対決めとるんです。でじゃあレコーディングは何曲したんですか。9です。今え、まだまだそういうことね、まだ、あ、そうです、明日で10です。あ、そうです、はい。あ、ってことはあの景色は絶対入るってことね。まあ入りますね。明日もう一曲突然浮かんで弾き語りで一曲こんな曲作っちゃった、絶対これ入れたいっていうと、もうそんなわがままミュージシャン
おったら面白ないかもう周りが大変ですもんね。でもじゃあもう強引にこうあと30分で番組終わるまでに一曲考えてもらって、いやでもそって言われた方が鼻歌で逆にできるんですよ。じゃあ今ここで iPhone でこうやってで撮ってくださいって言って、あもう多分そっちの方が課題にしましょうって言って、その撮ったものをそのまま明日レコーディングしてもらって、すごいな、それを一曲に強引に仕上げてもらう。多分歌詞はフンフンになっとると思う。叱られるわ、俺が怒られる。なんで厚さんが作詞になりますわ、もう今。あ、じゃあもうちょっとなんか色つけようかな。ふんふん、あとはほんほんもいいかな。金曜の色だけでいい、ね。おーっていうのを入れようかな。いいかな。さあ、はい。そんなニューアルバムを、はい、小出しにちょっとしてみましたけど、はい、後半はですね。はい、まあ、今までお出しいただいた曲についても触れたいので、はい、一度ここで CM を入れましょうか。はい、はい、じゃあお願いします。ワイルドでいこう。スーパードライ、世界でただ一つこのビール、この辛口、世界をドキドキさせるザ・ジャパンブランド、アサヒスーパードライ。長者町第二まずワイルドで行こう。さて、時刻は間もなく10時半となりますんで、後半はですね、下島由紀さんの昔の代表曲、昔に言ってたらいかんですね、はい、代表曲についてご紹介いただこうかなと。ここからはファンの皆さんは待ってました、はい、感じだと思いますけど。待っとるんですかね。待ってないですかね。待っとる。じゃあ、あの どの曲かけてほしいか今から。あ、でもそれ、あ、そっか、それもできるんです。できますよ。そうですよね、生放送。あ、そっか、そうしてもらえばよかった。曲宛てにファックスいただくか、メールいただくか。そうそう、まあ、僕らとつながってらっしゃる方はぜひ SNS でバンバンいただくか。あ、そういうことですよね、あ、それのがいいかもしれないですね。まあ、あのツイッターとかでミッド FM、はいはいはい、ミッド FM、 サトアチワイルドとかなんとかこう探していただいて、はい、ポイってこう、あ、でもそれ一個もこの方もかっこ悪いですよ。それ全然こんかったらどうしよう。それはあの番組も どうだし俺も、ね、ゲストがどうだという前に番組としてどうだっていう。ああ、そうだそうだ。ああ、それこんかったらあれだな。まあでもなんかでも聞くのいいですよね、1曲ぐらい誰か。もしあの私はこの曲がどうしても今日ラジオで聞きたいんだっていう方はですね、あ、もう何とか手段を使って、はい、何らかの手段、何らかの手段、直接でもいいですし、連絡、なんなら電話してきても、電話してきても電話取るから電話取るよ、取るでね。電話すぐ取るで俺ぐらいで、はい、言っていただければ。そうですね、今日はあの音源たくさん持ってきていただいてます。そう、全部全部あるで持ってきていただいてます。全部いろいろねかけたいで。どうします、あの曲をかけてじゃなくてアカペラで今すぐ歌ってって言われた。あ、ギター一本あれはもうあれでしたわ。なんで持ってくるべしでした。ギターピアノありますもんね。ギターあればしまったな。それのが全然あれですね。ちょ、それめちゃ貴重、もう一回あのやり直しようか。一回取りに行こうかな。ギターね。え、ちょっ、え、もうじゃあこの時期毎年来てもらおうか。来年もこの時期来ていただいて。もういいんす、もう今入れてます。もういいことにしましょう。やった、やった。来年のこの時期に、この時期必ずギターショーって来ていただいて、はい、で次土曜日土曜日、ね、何になったのか、何になったか1年経って考えてまって何だったかっていう。いや、それ面白いですね。いや、むっちゃありがたいですよ、逆に。はあ、すげえすげえ、これ来ましたよ。おお、え、おのれれ、え、これ何て読むんですか。俺のれ、お、あ
あな、はいはい、わかりましたわかりました、俺の礼聞きたいですっていうをいただきました。おありがたい、ありがとう。何に入ってましたっけね。変えますか、曲曲変えましょう。じゃあじゃあ今からそれ、もうすぐ行けます。いいね、早い、なんて対応のいい、素晴らしい素晴らしい。じゃあ誰のって言わない方がいいのかな今の。よかった俺自分の歌で来てリクエスト全然違う、なんか知らん人のあれとか来たら俺の俺聞きたいですっていう方の声が届きましたんで、スタジオに。はい、多分これ俺のれ、あ、のれおれっすね、のれおれっす、間違えてくんなよそうっすよね、俺もあれ一瞬そんな歌あったかな、あ、だから一瞬通じなかった、ね、そうです、俺とか思って。あ、じゃあ正式な名前をここで覚え直してもらうということで、はい、これは水曜、水曜っすね、いけます、はい、水曜のアルバムからですね。はい、そうです、サードアルバム水曜の虹からのれおれ。ワン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 たら生きない、ワン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 笑いおれ、ワン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 時代次第、ワン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 未来狙い。さあリクエストにお答えして水曜日の2時からのれ、はい、のれおれを聞いていただきました、はい、ありがとうございます。リクエストは俺のれだったんですけど、おかけしたのはのれおれということ で、ね、のれおれでも実際僕にはのれのれって聞こえたんですけど、はい、正解です正解だ、正解ですってことは今日から曲名はのれのれで、のれのれで、はい、のれのれいいって聞こえたよね、のれのれおれのれのれおれみたいなもん。じゃあ歌ってる時が間違えたのか、はい、タイトルつける時が間違えたのか、はい、覚える皆さんが間違えてるのか、そうなんですよね、もう何が本当だか分からない、もう本当受け取り手側のあれで判断で、リクエスト来た俺のレモン正解だったもん、ね、正解です、はい、間違ってないです全然大丈夫、全然大丈夫ということで、これ聞いてのれ、はい、のれのれで、あ、いいですね、はい、のれのれでノリノリで、そのうちノリノリになってるかもしれない、はい、そっちノリノリ、そっちが良かったでもノリ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 っていう歌だとさ名前にノリつくのとか思っちゃうじゃないさあ言っていいかどうか分かりませんけど、はい、下島由紀さん、はい、なんとですね、まあお名前は昔から、昔からというかですね、はい、実はいつかお会いするだろうと思っておったんですけど、はい、なんでかというとですね、僕の事務所の近くに下島っていうお店があるんですよ、はい、結構でっかいお店で、はい、なんなら昨日も行きましたみたいな、そうなんですね、
何でも売ってる、めちゃ安いし、そう、あ、そうなんですね、すごいっすよ、何でも売っとんですね、何でもってペットショップじゃないんでペット売ってませんけど、何だろう、生活用品とか、あ、そうなんですね、文具とか、お、何だろう、下島さんの俺回し物じゃないですけどでも下島由紀くんの回し物にはなりたい、イエーイそこであの実は、まあ、信じてもらわなくてもいいんですけど息子だ、息子なんですって言ってもらえばよかったんですけど、そういうことですね、はい、関係ないですよね、そう関係ないですよね、いや関係あってほしいなあってほしい、でもあの名古屋だけじゃなくて東京だったり大阪だったり、そうなんですよね、よく、はい、そうなんですよ、だし今日着てらっしゃる赤とかポスターの服もそうですけど、はいはいはい、下島、まあ、スーパーの話はどうでもいいですけどあの色も赤なんですよ、ああそう、下島ゆうき関係あるのかな、どっかでつながってんじゃない、調べるとちゃんと調べようもうって言ってたらその下島さんが使ってくれるかもしれない、うん、そうですよね、適当なこと言っていたんで、やったよろしくお願いします言っていこうかな今度お願いしてみようか、なかなか珍しい名字質問ね、下島さんね、そうですよね、ここからはですね、はい、まあ誕生日も間もなくということなので、あ、そうです、はい、この曲をぜひということなんですけど、はい、水曜の虹の中からのれおれを紹介しましたので、はい、次は木曜から、木曜から去年発売されました木曜の何だったっけ、道忘れた木曜の道から、はい、これでも、はい、このタイトル名まだおっしゃってませんけど、はい、これ何枚目のアルバムに入れても使えましたよねきっとね、これ何枚、そうですね、毎年だって、あ、まあそういうことですよね、でもこの詩の意味合いがちょっと違うんです、あ、そうなんです、そう、ここだから、そうなんです、なるほど、ちょっとハッピーがちょっとついてないって意味なんですね、意味というか、まあまあ生まれたってことですよ、そこら辺にもじゃあ注目していただきながら、はい、そうですね、聞いてもらえたらありがたいです、はい、はい、では、木曜の道から、バースデー昭和、顔の先の俺たちは何が歴史んでくのか、何を見て幕を閉じ燃やされてゆくのか、腹が立ち飯を食い八歩下がり十歩目指そう、死ぬまで多分ずっと困難が続く、顔どもでき孫もでき半世紀朝起きて満たされたその足は誘んでいけてますか、伝えたいこともあろう、でもうざがろう若い世代、いつからどすく方をダメになった、されて40手前のハロー、バースデー昭和からなんとかやってきた、まだ走りんだぞ、バースデー昭和でも今を生きるからか、また走り出せばいい、さあお聞きいただきました、はい、木曜日のアルバム木曜日の、はい、日ですね、から、はい、バースデー、バースデー昭和、はい、実はもうあのマイクスタンバイしてもらってるんで登場いただきたいと思うんですけど、はい、いつもですね番組をお手伝いいただいてるギタリスト新さんでございます、こんばんは、はい、こんばんは、どうもこの新さんが、はい、
下島勇気さん率いるチームおのれのギタリストであり、はいはい、レコーディング等々、はい、いろいろ作業をもうそうしていらっしゃるんですよね。全部ギターだけじゃなくて、そうす、全部コーラスも全部もう歌の指導も、いやいや、あれは本当そうです。もうめっちゃ僕ボタン押してるだけですから。いやいやいや、はい、はい、お願いします。はい、 OK です。あと柿の種食ってますよねずっと。柿ピー食べながら。じゃあアルバムよーく聞いてるパリ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 。前一回聞こえた。前入っとるの。ボリボリボリって聞こえたもん、ね。びっくりしたね。はい、そんぐらい、本当そんぐらいですよ。いや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 。大したことやってないですよ。俺は逆に俺が作って歌うぐらいで。あとはもう。99%シンクのアルバムですから俺のアルバムじゃないですよ、ね、本当に話がおかしなってきましたね。いやいや、チーム俺がチームを俺に入ってもいやいやシンクのということで、シーンさんも大活躍。いやいや、もうもうもう本当にそうです。で当然ライブにも、あ、そうです、ね、アップセットさんにシーンさん登場される、はい、ですよね。スタートも弾いてもらいますと、はい、いうことで、あ、はい、あのラジオに登場してた方がギター弾いてらっしゃるのねっていう風に、もしくはいつもギター弾いてらっしゃる方がそこにいるのみたいな風に、うん、ファンの皆さん思ってらっしゃるかもしれない、まあ、はい、なあ、そうですね。今日もうそこ、はい、失礼してます、こんばんは。これシンクは映ってないですもんね。僕はそうですね、はい、残念ながら天の声としてですね、ああは聞こえとんすね。今日もそこであのポチポチ忙しい。あ、そっかそっか、そういうことですね。シンクハモってください、俺が喋ること。これめっちゃ難しいですよ、ね。喋りにハモれる。喋りにや、シンクならできる。そんなことはさすがに。それか、あの、分かった、じゃあこうしよう。次の曲は、はい、予定通りでいいですよね。あ、そうですね。バースデーの次の。次、はい。この曲を、下島さんがどう紹介するかっていうのを踏まえて、このタイトル曲をシンさんが勝手にハモる。おお。どう、ああ、はい。そんなんできるんかな。初めて見た顔した。失敗 99% じゃないですか。だから2人同時にあの 曲名を言う。あ、そういうこと。そこで失敗しても成功しても曲がバンって始まるんですけど。そういうことです、ね。そこでこう長年培われた、うん、ああ、なるほど。チームワーク、この5枚の一緒に作ってきたが、ここで試される、はい。そういうことですね。果たしてどれぐらいのやつがあるかないか分かるんですね、そこで。うん、あ、チームワークまだないんだとか全然ないとか多分俺絶対グダグダ。まあそれはそれじゃないですか。いいっすね、まあ、それを期待してる人もいるかもしれないです。まあまあそうっすよ。俺このサブタイトルが思い出せる思い出せる。もうこれ曲いっちゃっていいですか、ね、いきましょうか、いきましょうか、はい、じゃあシンくんいきますよ、はい、水曜のまた、あ、またじゃないか、水曜の虹から3枚目の、はい、エース、うん、ビリビンメル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 。俺が言えたな。このど真ん中で一人じゃない、あなたがそばにいる、ここど真ん中で一人遠い夢届かぬ腕が届きますよ。
さあお聞きいただきました、水曜の2時から、はい、エースビリビンエブリワン、はい、ビリブインエブリワン、まあこれチーム解散ってことでいいですか。そうっすね、多分いか俺が言えとらんもんチームおのれのライブから下島由紀さん首俺がやっぱ俺、やっぱ俺のアルバムちゃうな、そんな、はい、下島由紀さんですが、はい、このエース、はい、野球のピッチャーのエースなんですね。そうなんですよ、そうなんですよ、なんと思い出が、まあ、全曲思い出あるでしょうけど、まあまあそうですね、これは、うん、特にというかこのその帽子の中京魂っていうのも、うん、はい、その中京なんですね、うん、そうなんですよ、高校の今はもう中京大中京って名前変わりましたけど名古屋の中京です。野球をやってらっしゃった、はい、野球はもう中学校途中までですね、挫折した方です。でも中京大中京で、はい、野球の皆さんを、ね、もう母校が大好きで、なるほど、そうなんです、おじいちゃん親父中京、あもう 3代というか、そうなんです、僕も受けた覚えがマジですか言ってませんけど行きませんでした、あっとったらおもろかったな僕一個後輩になりますからやめてください、そういうことですね、うら佐藤敦志そんな、いやそうなんですよね、そうなんですよ、この思い入れがあるというか、そこのエースの子、おととし去年か、はい、で、のナインのみんなのチームの中京大中京の野球部のことを書いた歌が、さ今流れたエースビリビン、はい、エビバンなんですけど、まあまあ、マウンドできつい時も、そばにみんなおるよっていう、まあそれは俺らも含め一緒なんですよね、このライブで、そうです、はい、まあ、こちょんとちょうどコロナになったんで、それも含め、もうみんなおるよって、俺らも、俺もシン君もステージにおるよって、でそういう意味も含めの歌なんですけど、でもこのエースの子が嬉しいことに、はい、中日ドラゴンズの1位指名で入って、おめでとうございました。いやもうちょっと嬉しかったですね、それは。ったからですよ。いやいや、で球場で会ったんですよ。お、その後後に、うん、まだこうドラフト決まるちょっと前かな。でその時にちょっと挨拶をさせてもらった時に、はいはい、下島勇気って言って、僕を OB で野球部じゃないけど、はいはい、あなたの歌を書きましたって言ったら、はい、母親から聞かせてもらってますって言われた時が、もうちょっとまあ音楽やめてもええかなもう。嬉しくて、ちょっとひょっとしたら、去年のドラフト1位誰のこと誰のことって思ってるかもしれないので、あそういうことですね、はい、ラジオ聞いてる皆さんで、そうですね、中日ファンの方がいらっしゃるから、そう中日ファンの方が聞いて、あれなら高橋宏斗っていう、高橋宏斗さん、はい、もう19番ですね、はい、19番ですけど、ちょっと、もうもしその歌が流れたら、今バンテリンドームでしたっけ、はい、名前は、もう引退ですね引退もいや、まあ、分かんないですけどその登場の時だったり、う、ね、もうリリーフする瞬間だったりの時に、うん、うわってこの曲エースがかかったりすると、はい、引退しちゃうのもうなんか自分そっからでしょ、そっから、あそっから、いやでもなんかもう十分かなって、いやでも嬉しいですよね、本当にそうなったら、そうですよね、まあ、高橋宏斗さんにも大活躍を、いや本当そうですね、まだ入ったばっかなんであれですけど、ね、いや、はい、いやでも音楽の世界と、野球の世界と一緒にしてはいかんですけど、うんうんうん、ただまあ今年ね、うん、大リーグでもすごいことがいっぱい日に日に起こってましたし、はいはいはい、そう思うとですね、うん、もうそのスポーツの力っていうのもそうですけど、うん、まあ、何が起きるかわからないという意味では、うん、どんな力が発揮されるかわからないという意味では、うん、音楽と似てる部分がちょっとあるのかなと思ってるんですけど、うん、はいはい、音楽もそうじゃないですか、うん、まあ、一発当たったらどうなるかわからないよということだけじゃなくて、うん、誰がいつどこのステージで歌っていたものを、うん、誰の心にどう刺さって涙されるかわからないとか、本当そうなんですよね、どう響いてるかわからない、うん、それって、はい、売れてる売れてないとか、はい、とはちょっとこうかけ離れた世界ですよね、うんうんうん、数字に現れてこないかもしれないけれども、うん、あの瞬間あの一曲歌ってたお客さん少ないかもしれないし多いかもしれない、はいはいはい、小さいステージかもしれないし、大きな会場かもしれないけど、誰かにどう刺さってるかわからないっていうのは、うんうん、
それはスポーツでも同じことで、はいはいはい、逆に負けてしまった試合かもしれないけど、うん、試合は良かったっていう人もいらっしゃるじゃないですか、うんうんうん、まあ、なんかそういったところもね、うん、あの似通ってるなとは思うし、はいはい、まあ、エースっていう曲を どんな意味で皆さんが捉えられてるかわからないですけども、うんうんうん、なんかいろんな思いが勝手にこもってるんじゃないかと、うん、俺が何が俺が語っとんねんって、いやもう、もう俺泣いてまうわ今泣いてまうわ本当。いや、そんな思いが詰まった曲ということでしたね、はい、そうですと言ってる間に、まあ、楽しいお話いっぱい聞きたいんですけど、本当だ、どんどん時間がなくなってきた、俺が余計なこと喋っとるから、ね、いや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 、もう楽しい、ということで1曲、うん、次の曲を、次の曲お掛けしときましょう、これラストっすか、あ、まだまだいけます、まだいけます、まだギリギリ、どっちを選びますか、じゃあ月曜からいきますか、月曜の、あ、俺なんかリクエスト見とらん、よし、はい、月曜の声から、ファーストアルバム月曜の声から、2003-0404 どうぞ。ということでお届けしました月曜の声から、はい、2003-0404、はい、2003-0404言いやすい、ちょうどこの歌もちょっとまだ喋れるんですかね、本当広小路通り走っとった時のこと書いたというか、あ、そうなんですね、ちょっとデートしとったみたいな、さすが中京魂ということでおさらいしておきましょう、11月16日、はい、火曜日、はい、50歳のバースデーを迎えるその日に、はい、毎年記念出している金曜日の色、はい、アルバムが発売されます、はいはい、そして、11月20日土曜日池下アップセットワンマンのライブが開催されて、ね、翌日21日には UK さん、ロックバー UK さんでもライブがあると、はいはい、いうことなので、ぜひ皆さん楽しみにしていただければなと思いますし、はい、新さんにも頑張っていただければなと思いますので、はい、頑張ります、明日も頑張りましょう、ということで、はい、すいません、リクエストも来てますし、もっとおかけしなきゃいけない予定の曲もたくさんあったんですけど、はい、僕はブナ話をしすぎたせいで、いえいえいえ、あと1曲を残すのとなりましたが、はい、最後は南島という曲をお送りしながらお別れしたいと思うんですが、はい、この曲はお話できれば、はい、そうですね、沖縄で作りました、星を見て、流れ星を見て作りました南島、まだ時間気になって、続けとればええことがあるって言われました、それで書きましたね、そんな歌です、そんな思いをじゃあ、はい、込めながらというか込めながら、はい、聞いていただければと思いますんで、もしいですお聞きながら今日はお別れしましょう、はい、また来年もお越しいただきますので、よろしくお願いします、よろしくお願いします、じゃあ今夜はこの辺でお別れしましょう、はい、佐藤敦のワイルドでいこう、起きれなくても
ありがとうグラタンも狙った客は逃がすな。ピンポイント訴求聞く CM ミッド FM では商品の PR、 お店の売り出し情報など効果のあるコマーシャル企画をご提案します。詳しくはミッド FM 052-238-9555 まで。行こう献血。明日の予定がノーマーク。ノーマークなら献血行けばいい。待ち時間がな。事前予約でスムーズに。これぞ令和のスマート献血。献血チャンス。レッツイザベーション。予約して行こう献血。日本赤十字社